はいどうも、パプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は誤審かどうかより考えるべきことということで、直面する課題と選手選考を途中、話をしていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、誤審かどうかと言われたらおそらくは誤審であると、思うんですけれども、しかしそこをあんまりこう深掘っていってもこれもうしょうがないっちゅう話でございますので、あえてそこは触れません。触れてもしょうがないっちゅうのもあるんですけれども、それよりもですね、ちょっと現実的なお話とかをしていくと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、あと本編入る前にですね、今日試合中から思っていたんですけれども、この試合の解説の越智さんですね、この方は本当にねいい方だなってなんか思っていて、こうアウェーチームに対するこのリスペクトっていうのがすごい感じられています。でこれ越智さんだけじゃなくて、今までもねそういう解説の方とか結構いてですね、やっぱこうホームチーム寄りになってしまうっていうのが実況解説ではなってしまうんですけれども、いやこの越智さん多分ですよ、僕の記憶が正しければ、もしかしたら違ったら申し訳ないんですけれども、昨年の北九州と山形の最終戦が J2 であって、でこの北九州の最終節が、この山形戦、アウェー山形であったんですけど、その時の解説の方もすんげえ良かったので僕印象に残っていて、で、どうだろう、同じ方がちょっと調べてまではいないんですけれども、こう山形の実況と解説の方ってなんかすんごくいいなっていうのを改めて感じましたね。あれ一緒なのかな、この間のね本当、半年ぐらい前の北九州、山形対北九州の、本当ね北九州が降格決まってほぼもあれも決まったりなんかほぼ決まっている状態での最終節ではあったんですけども、その時も結構ねこう北九州をリスペクトしてくれたような実況と解説、特に解説の方そうだったんで、ね、そこは非常に印象的で、この試合もなんかそんな感じでちょっと、なんかね本編入る前こんな話をして申し訳ないんですけどね、っていうのがあったんで、そこは本当感謝というか本当ありがたいなって感じが改めてしましたけれどもね。はい、ということでこちらメインチャンネルですね、サブチャンネルの方でも動画上げております。サブチャンネルの方もよかったら動画概要欄からよろしくお願いいたします。ということでまず結果からいきましょうかね。結果はこちら、2対0で長崎じゃなくて山形が勝利ということになりました。藤本選手、デラトーレ選手が決めて山形2得点ということですね。VAR、いいや、うんち話でございますけども、本当藤本選手、それはねこの2得点、山形の2得点以前にやっぱりこう小西選手、山形の小西選手ですね、徳島というか非常にいいボランチだなって思ってはいたんですけど、あの選手がどんどんくさびのパスとか、本当スイッチ入れるですね、分かりやすい言葉で言うとスイッチを入れる、こういうメッセージ性のパスを入れて、そこからどんどん山形はねこれ攻撃が活性化していったんで、そこはやっぱ長崎もどうにかすべきだったんじゃないかっていう、そういうお話をこれからしていこうと思ってますけど、まずスターティングメンバーですね、本編入る前に、両チームスターティングメンバーですけども、長崎メンバー変更なしでしたね。プレビュー動画で長崎の強みは、選手層が厚いところでそこをもっと生かしていこうぜっていう話をしたんですけども、変えませんでしたね。連戦でねこの移動とかもあったはずなんですけども、なかなかにこれ選手の疲労はどうなんだっていう問題、体を動いてもこう頭の中のこう脳内的な疲労ですね、精神的なところとかも多分試合終盤になると結構来るらしいんですけども、これサッカー選手はですね体は動くけど頭がなかなかっていうのは結構、聞く話なんですけど、そこのところ個人的にちょっと心配でありましたけれどもね。そしてあとさっきも言ったね、これは小西選手ですね、非常に良かったですね。小西、藤本、山田浩太、この辺本当良かったし、ハンダリックも本当いい選手だと改めて、感じました。本当ハンダリックに関してはもうこのまま、海外に行くんじゃないかって感じがしておりますけれども、そこはやっぱだから長崎の課題かな、課題というか修正できなかったかなというのはやっぱり前半見ていて思いましたけれどもね。そして前半レビューということで、本当のところで最初の10分ですね、あそこの時間帯結構長崎がボール持って結構攻め込むことができた、深い位置まで侵入することができていたんで、最初の10分で先制点欲しかったですね。あそこでこう決めきることができていれば、ちょっとこういう展開にはならなかったのかなっていうのと、そこから山形が見事自分たちでこれ流れを引き寄せた感じは正直、あるんですけれどもね。そして誤審で失点って書いてるんですけど、本当分かりませんけどね。で、本当判定はさておきです。このジャッジに関しては、いろいろあると思いますけど、判定はさておき、やっぱずっとこの小西選手ですね。さっきも言ったんですけど、小西選手を楽に、プレーさせてしまったのが痛いのかなっていうのが、あります。で、本当あれがオフサイドであっても、やっぱいつか失点していたかもしれない。本当これかもしれないっていう話なんで、展開どうなっていたかそれは分かんないんですけど、やっぱあんだけ小西選手が縦パスとか、くさびのパス差し込んで、そこから周りが連動してどんどん動いていく。だからこう出し手を潰すか、その後潰すかの判断というのはなかなか長崎はうまくいかなかったのかなとやっぱりありますが、これ例えば小西選手に激しくいって、そもそもパスを出させないというやり方と、もしくは小西にパスは出させるけどその後しっかり封じ込むとかね、というのがどっちかとは思うんですけれども、この小西選手が出した後もその後ワンタッチ、ツータッチで簡単に叩かれてしまってというのがあります。長崎のこれ結構課題かなと僕は思っているんですけれども、ちょっとボールウォッチャーになりやすいというか、やっぱあそこ縦パス入ってその後の周りの選手、山形の選手の動きをうまく把握することができていない。だからワンタッチ、ツータッチで簡単にはたかれてしまうというのもあると思うんで、出し手を潰すことを諦めるのであればその後しっかり潰さないといけないんですけどもね、だからそこの判断はなかなかこれ修正効かなかったなというのがあります。それだけやっぱ山形のパスワークが素晴らしかったというのもありますし、ボール、サッカーで結局で失点するときとかボールウォッチャーになりがちというのはもちろんあるんです。これ本当ね、ボールウォッチャーになるというのはよろしくはないけども、一定はしょうがないのかというが正直、していますが、ちょっと見すぎてやっぱいけないですし、ちょっと周りの判断とか、周りのこれ状況とか見てから判断して動くべきかなと思うんでね、そこのこの出し手を潰すかその後潰すかの判断、これはちょっとうまくいかなかったというのはやっぱり感じましたけどもね。で、後半レビューということで、この後半だけじゃないですけれどもね、やっぱりこう加藤英理選手がいるおかげで、左サイドをそこしっかり、ボールを保持してつなぐことができるんで、今までこう加藤英理選手がいないときってどうしても右サイドから全部を右サイドで終わらせようというか、この意識がちょっと見えたんですけれども、それはクリスチャーノ選手がなかなか、こうねうまいことプレーすることができなかったというのはあるんですけれども、この加藤英理選手がこれ長崎に帰ってきてからは左サイドの攻撃が結構活性化しているんで、右が少し空きやすくなったりとか、右のこのディフェンスのマークが少し緩くなるというのがやっぱりあるんで、そこはやっぱ意識して今後もやっていくべきかなとなります。やっぱこう左でずっとボール作ってると右サイドがどうしても相手がスライドしていくんで空きやすくなるんで、というのはやっぱりあるんで、この左で作って右で仕留める意識というのは今後もちょっと持ち続けてほしいなというのは正直ありますね。で、70分前後ですね、ここも結局だから長崎がボール保持して、セカンドボールもどんどん回収して得点するチャンスはあったんですけどもね、だからこの長崎ペースの時間はありました。というかこのボールポゼッションも 50% 以上だから、長崎の方がボールポゼッションしている時間が長くて、山形が本当はボール持ちたいチームのはずなんですけどもね、で逆に長崎はそんなに本当ポゼッションにこだわらなくてもいいっていう話でございます。だからボール持たされていたっていう考えもできるんですけどもね、で実際ボール持たされた結果、得点をね生むことができなかったんでね、ある意味これ、クラモスキー監督がどこまでこれ設計して90分間ですね長崎に持たせていたか分かりませんけれども、しかし結果としては長崎持たされた結果うまくいかなかったよねっていうのもやっぱあるんで、自分たちがボール持った時にどういうふうに仕留めるかというのは少し課題かなっていうのを改めて感じましたけれどもね。で、2失点目もオフサイドのように見えるかっていう書いてますけれどもね、なんていうんですかね、これ2失点、これ長崎の2失点に関しては擁護できると思います。正直この2失点に関してはね、やっぱオフサイドだろうとか誤審だろうっていうのはもちろんこれはあって、この2失点に関してはちょっと気の毒というかですね、悔しい気持ちというのは分かるんですけれども、しかしその前無得点は擁護できないという話でございます。こうね、どうしたという話でございます。プレビュー動画でも話したんですけども、点は入るんだけれども毎回複数得点が取れていない。群馬戦ですね、1ヶ月前の群馬戦で、複数得点上げて以降長崎は、そこから0点1点1点1点、0点みたいな感じで、毎試合点は基本的には取るんだけど1点で収まっている。なんていうんですか、このチーム力とかこのボール持っている時間とかこの攻めの形とか見ていると、1点で終わるようなゲーム内容じゃないよねっていうのがある中で、この試合1点も取れなかったっていうのは、そこはやっぱこれ現実問題として考えないといけないのかなというのはあります。だから本当に2失点、この失点に関してはこれ擁護できる部分があるんですけど、無得点に関してはちょっと擁護できねえなというのは個人的な考えであるわけでございますけどもね。で、長崎のだから強みですね、この選手層の厚さですね、これはもう正直言うと長崎は J2 屈指の戦力を本当持っているわけで、そこをうまいことターンオーバーしながらやればいいんですけども、こういかんせん長崎は負けないと選手を入れ替えないというのがある。で、これね、もちろんサッカーの考え方の一つとして、こうチームがうまくいっているとき、勝っているときというのはメンバー入れ替えない方がいい。これ負けたときに入れ替えるというのは一つ策ではあるんですけど、それは結構ね、ゲームが1週間間隔であるときは、勝っているときは変えなくていいというのがあるんですけども、連戦、この現在この連戦を長崎戦っている中で、そこでメンバーをいじらないというのはさすがに調子が良いというかしっかり勝っているチームでもですね、ちょっとやっぱ多少の入れ替えは必要だったんじゃないか。そうやっぱ長崎の強みと僕は思うんで、この選手層というのはですね、奥田選手とかはね出てきはしましたけど、もうちょっとスタメンで見たいなというのはあります。やっぱ松田監督はスタメンを信じると、選手を信じるというのはもちろんいいんですけれどもね、自分が信じたイレブンをこれ先発で使って使い倒すというのはもちろんこれいいんですけれども、もうちょっと他の選手にチャンスがあってもいいというのと、やっぱ長崎がなんだかんだで選手のこれ、平均年齢も高いですからね、エジカルジュニオとかクリスチャノ選手、主力選手は結構、年齢高いとかっていうのもあるんで、やっぱこう連戦なかなか、厳しい、上中選手とか若い選手ももちろん、出てきてはいるんですけどもね、こう若くてピチピチというわけでも正直ないんで、やっぱ連戦はきついんで、そこはね、さっきも最初言った通り、このコンディション、体の、ね、動く動かないとかよりもやっぱ頭の中のこれ、疲労とかもあるんで、そこはやっぱちょっともうちょっとターンオーバーしてもいいのか、強みは生かすべきじゃないかと僕は松田監督にちょっと思ったんですけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上、パラプンテージェルサッカーチャンネルのつつの方、チャンネル登録します。さら。